はい、こんにちは、ワロです。今日もうちの中から撮影してます。よろしくお願いします。東京地方ね、晴れてますね。非常に暑いです。蒸し暑くてね、もうめまいがするぐらい暑いです。32、3度になってるのかな？非常に日差しもきつくてね、なんかちょっと夏がね、残暑をぶり返してきたような感じです。今日は、9月28日ですね。木曜日です。だいたい今夕方の4時ぐらいです。はい、今日のテーマなんですけど、自分の不幸を他人のせいにするかわいそうなやつってね、こんなお話をします。はい、まあ僕はね、今現在ね、食道がんの末期です。末期っていうか、なんていうの、ステージ4の B でね、結構がんが進行しています。で、まあ今治療中なんで、まあまあ経過は安定してるんですが、まあ先週までね、先週の土曜、金曜日まで抗がん剤やってたりした影響で、今週になってからね、ちょっと結構ね、体が重かったりするんですけど、まあなんとかね、日常生活を、過ごしています。今日はね、ちょっと家族のね、洗濯物いっぱい干したりとかしててね、忙しい感じだったんですが、午前中ね、ちょっと起きられなくてね、だるさが残ってたりしましたけど、まあいい感じでやっていますが、まあ不幸だと皆さん思うのかな。僕はそうは思ってないんですけど、まあ楽観的にね、こう、淡々と生きてます。はい、今日のね、テーマのね、まあ、自分の子をね、なんか他人のせいにするとかね、なんかそういう人たちがね、僕の周りに異常に多くてね、面白いなと思ってね、見てるっていうかね、ああ、こういう人たちが多いんだなっていうね、なんかね、かわいそうな感じになりました。で、まあ、見てるとね、なんかまあ、結構ね、まあ、頭が悪いって言っちゃ悪い、頭悪いんだと思うんですけど、すべての事柄の大体なんか8割ぐらいはね、自分のせいだと僕は思うんですね。僕が自分のことを、こう、客観的に見ると、大体そうなんですね。大体ね、自分の問題で、自分がこううまくいかない、失敗しているっていう事柄はほとんど自分のせいだと思います。一部、なんだろう、客観的に他人のせいだって思うこともあるんですが、でもやっぱりね、根本的な問題をこうね、見つめると、やっぱり自分の問題なんだっていうことにね、はっきり気がつくんですね。特に人間関係なんかそうですし、あとはまあ自分の経済的な問題とかもそうです。ほとんどの場合は自分に問題があるんだなっていうふうに思います。まあ例えばまあ生まれた国がね、とてつもなく悪かったとかっていう状況だったらまあわかるんですが、このね、日本に住んでいて、なんだろう、なんだか治安が悪くなるとか、なんか突然なんかね、明日からもう何もいい、飯も食えなくなるっていうような状況ではないですし、意外とちゃんと国も安定してる方なので、ものすごい不幸なことがね、起こるってことはね、ありえないと思うんですが、まあ、いろんなね、まあ、人によってね、まあ、大小違いますし、その人の問題個人だから、受け止め方は他人から見ると全然違かったりすると思うんですが、まあ、大体、なんだろうな、僕自身も含めてやっぱり自分がね、問題が一番多いんだと僕は思います。はい、まあそんな話なんですけど、まあ今ね、こうなんていうのかな、日本ってね、こう景気が悪いと言われています。物が高くインフレ状態になっていて、その割に賃金がなかなか上がらないとかっていうことで、なんかこうなんだろう、不況なんだっていうふうに言われていて、あとはなんかね、こう、閉塞感がものすごく日本にあって、まあ、なんでしょうね、これから日本はどうなっていくのかとかってなんかね、そういうふうに思って、なんか楽観的に考えられない方々がね、非常に多いと思うんですが、それはそれでまあ、世の中の流れとしてそうなんですが、その中で僕たちは現実的に生きていかなきゃならないし、その中でどうやって生きていくのかって言ったら、やっぱり自分自身の問題をやっぱりね、見つめていくってことがね、すごく大事なのかなと思います。だからなんかね、物語が起こって、自分がこう、なんていうのかな、こう不安になったり、なんていうのか、こう疎外感があったりとか、なんかこう、なんだろうな、不協的になった時に、なんか自分がね、こう、なんか取り残されているっていう気持ちになった時に、それってやっぱりね、周りの状況も
多分ね、人によってはちょっと違うのかもしれないけど、大体世の中で起きてることって、まあ、なんだろうな、自分自身の問題だってね、僕は考えるんです。考え方次第で随分変わると思うんですけど、ただね、なんか、僕の周りにいたりする人たちで、まあそんな友達ってわけじゃないんです。友達、僕の友達はそういう考え方はしないんですが、すぐね、他人に責任を転嫁する人がね、非常に多いなと思ってね、すごいね、笑っちゃうんですけど、まあそういう方にね、アドバイスをいくらしても、ダメです。受け入れてもらえません。人の話は聞かないんですね、結局そういう人たちって。自分のなんかね、古いなんか考え方にこうなんか縛られていて、なんか変なね、価値観というかね、なんかどこかに洗脳されてるような感じがしてならないんですよ、僕は。だからまあ、そういう人たち、そういう人にアドバイスしてもまあ無駄なんで、別に最近は何もしないんですが、すぐね、人のせいです。例えば、まあ、国が悪い、政府が悪いとか、岸田首相が悪いとか、いろいろ、言います。そういう人たちは。で、見てるとね、すごい笑っちゃうんですけど、まあ、よく僕が客観的に見ると本人が悪いんですけど、だからなんかね、貧しいのは貧しいのはね、なんか政府のせいだとか国のせいだとかって言ってんだけど、なんかよく見ると本人の問題が一番多いんだと僕は感じます。はい、すみません、ちょっとドリンク飲ませてください。今日のブリダの水です。いただきます。今日は結構めちゃくちゃ喉が渇いて、さっき水とかお茶とかばっかりなんですが、あーすみません、あー美味しかった、美味しい。で、まあ僕がね、今ね、こう一番問題抱えてるのっていうのは、まあ今僕はね、食道がんの、ステージ4の B なんですが、これなんでこうがんになったかというと、これはね、僕のせいです。病気になったから運が悪いとかっていう話で片付ける問題ではないんですが、これは僕がやっぱりね、がんになるリスクがあったにもかかわらず、自分で健康診断なり、チェックを怠ったっていうことが、癌の進行を癌の進行をこう、どんどんね、進めてしまって、結構進行した状態で僕が癌を、に気がつくような状態になったってのは、これは僕自身の問題です。で、癌になる要素、食道癌になる要素ってのはたくさんあったんですね、僕は。実際に、まあ食道癌の大体の原因ってなんかやっぱり飲酒が多いって言うんですけど、僕は20代、30代の頃かなり飲酒してました。で、かなり強い酒を飲んでたりしたので、まあ40になってからお酒を飲まないくなるんですが、それまでのね、まあ、飲酒歴のようなものを考えると、食道癌になるリスクっていうのは非常に高かったと思います。それにもかかわらず、自分自身が健康診断を怠り、早期の間に癌を見つけられなかったっていうのは、これは僕自身の問題だから、僕が悪いと思います。まあ、そんなわけでね、自分自身の問題としてちゃんと突き詰めていけば、問題というのはね、それなりにね、納得いく答えは出るんですが、人のせいにするっていうことは非常に楽なんですね。なんかあったらあいつのせいとか、なんかあったら世の中のせいっていうふうにすると、まあ、自分自身が責任を負わなくていいから楽は楽なんですけど、何の問題の解決にもならないんですね、結局。で、結局、なんていうのかな、そういう他人のせいにしてても他人の心っていうのは変えられないですし、人のせいにしたからって問題の解決には一切ならないということはね、僕自身がやっぱりね、経験上ね、知っているので、僕は人のせいにはしません。まあだからね、あの時ああすればよかった、こうすればよかったって僕はね、思わないです。はっきりそう思っても、もう過去のことだし変えられないですし、その時ね、自分で決断して判断して決めたことに関して、後でどうした方が良かったとか、こうした方が良かったとかっていうことを思ってもくだらないので、全然ね、そんなことは考えないです。それから先にね、こうなったらどうしようとかね、こんなになったらどうなっちゃうのかなとかっていうことを、大きもしない、まだ現実的に起こっていないことに関して、そんな不安を抱いてもしょうがないので、僕はそんな不安は抱かないです。だから今を一生懸命僕は生きるっていうことがすごく大切だと思うし、そのことがね、やっぱり、なんていうのか、人生のね、基本だと思います。そしてね、周りにいる僕の、
親しい友人、親友とか、まあ友人はそんなにたくさんいないんですけど、あと家族とかにね、たくさんの愛をもらっていて、僕はそれでとても幸せです。だからそういう人たちに関して僕はとても感謝しています。その感謝とね、愛の心をね、忘れなければね、自分の心はいつもハッピーですし、そして正しいね、こう、なんていうのかな、人との関わり合い方をね、いつもね、保っていられるっていうことがね、僕にとっての心の平安です。はい、まあ、あとね、まあ、僕の宗教観ですけど、僕はまあ、カトリック教徒なんですが、まあ、人によってね、まあ、いろんな、こう、宗教観ってありますよね。仏様、仏教を信じている方とか、あと別の宗教を持っている方とか、いろいろあるんですが、なんかね、日本人っていうのは宗教観がないと言われていますよね。で、まあ、なんだろうな、宗教がないっていうことは、なんかやっぱりね、僕はすごくね、怖いことなのかなと思います。何かを信じることっていうことを恥じることはないですし、それがね、何であっても僕はね、その人のね、価値観だと思っているので、僕はすごくね、そのことに対してね、共感できます。だけどなんかね、宗教観のない人たち、まあ、例えばまあ、なんだろうな、まあ、儒教的な考え方、まあ、儒教っていうのは宗教ないですし、まあ、あと、なんだろう、共産主義的な人もなんか宗教はないのかなと思いますけど、まあ、隣の国とか、まあ、あと、大陸の方のね、赤い国とかの人たちって、なんとなく宗教感がないような気がするし、まあ、何か起こるとね、他人に物事を転嫁するような人たちが非常に多いのかなと思うんですが、非常になんか怖いことですね。だからなんかね、人間の、なんだろう、力の及ばないところの説明っていう不可解なことっていうのはやっぱりね、なんだろう、自分の、こう、人間では解決できないことっていうことを、やっぱり宗教的に求める方が僕はね、正解なのかなと思います。だからね、なんかね、すごくね、宗教観のない人ってやっぱり他人に物事をなんかね、こう、なんだろう、そういうもの、責任を転嫁する人が非常に多いのかなと思います。そういう人たちって何でも自分でね、取り仕切ると思います。だけど結局うまくいかないことに対して他人のせいにしたりとかってすることがあって、物事が投げやりになったりすることがあります。だからそういう人たちを見てるとちょっとね、かわいそうだなとは思うんですけど、その割に人の話ってあまり聞いてもらえなくてね。ちょっとね、お気の毒だなと思います。まあでもそういう人たちを見てね、自分もね、ああ、こういう人たちになってはいけないのかな、なんてね、僕は考えたりするんですけど、しっかりね、自分を見つめていくっていうことがね、僕にとって今すごく大切なことだと考えています。はい、まああとね、まあ、なんだろう、こういうね、不安な時期に、不安定な時期にね、こう、なんだろう、不安を煽ってね、人々をこうね、洗脳するようなね、こうなんか政治家とかがいたりしますね。だからそういう人たちにね、騙されないようにね、皆さん気をつけましょう。本質をね、よく見てね、やっぱり自分自身でね、しっかりと行動するっていうのは正しいのかなと思います。なんかね、やっぱり、不安だからこそなんかね、こう、なんだろうな、こう他人がこう、つけ込まれやすいようなね、僕は気がするんですけどね。だからなんかね、いろんなこう、なんかね、自分に有意義な人たちとこう付き合って、そしてね、自分をね、正しく持つってことがね、僕はすごく大切なんじゃないかな、なんてね、僕自身は考えています。まあ、そんなわけでね、今日はね、なんか、よくわかんない話でした。はい、皆さんね、最後まで見てくれてどうもありがとうございます。またこれからもよろしくお願いします。さよなら、バイバイ。このチャンネルでは、フィリピン人との、ね、国際結婚の話、それから、ね子供との、ねこう接し方の話とかね、いろいろ日常で起こることの、ね出来事とかね、あと解決方法の、ね、話とかをしていきたいと思います。よかったらね、見てください。よかったらね、チャンネル登録よろしくお願いします。今日は最後まで見てくれて、ね、ありがとうございました。はい、あけみちゃん、バイバーイ。